こんばんは、ミネラルウォーター大勢伊藤です。今日は奥飛騨の名水飛騨湧水、こちらを紹介したいと思います。じゃあ早速ラベル復習してみましょう。飛騨湧水は、奥飛騨菅生高原美山の岩間から湧出する良質の天然ミネラル水で、自然の旨味を持っています。そう書かれてますね。硬度がですね31、 pH が 8.1 ということで、もう大変飲みやすい水です。なんていうんですかね、癖もなくて、誰が飲んでも嫌いとは言わない、軽いなんかこう飲み口でぐいぐい飲むことができる、味でした。本当にこれは行動的に考えてもですね、用途広く使える水で、例えば赤ちゃんの、ミルク作り、離乳食作りとか、ペットとかですね、ペットに与える水とか、あと薬を飲む時の水としても使えますね。もちろん他に普通に飲んでもいいですし、料理に使ったり、コーヒーを入れたり、お茶を入れたり、そんなことにも使えますんで、とにかく、活躍できる、日常生活で活躍できる、製品だと思います。世界食品コンクールモンドセレクションにて最高金賞を受賞した天然水です。モンドセレクションというのはですね、最近日本企業の製品がかなり多く受賞してまして、金賞とか大金賞受賞していまして、その価値自体を疑問視する人も多いです。そんなのもう価値ないよとか。ただですね、まあ私もなんとなくそう思うこともあるんですけども、全くダメな製品が金賞やら、大金賞みたいなのをですね取れるわけがないんですね。ですから一定の判断基準として、捉えておくのもいいんじゃないかなと私は考えています。採水地が岐阜県飛騨市古川町、製造者がキムライン料株式会社ですね。岐阜から静岡の島田市まで、岐阜県飛騨市から静岡の島田市まで持って行ってボトリングしているってことですね。これはね、こんな感じですかね。この製品、東京でも手に入るところがいくつかありまして、私はそんなに苦労せずに買うことができるんですけども、皆さんの住む地方はどうでしょうか。もし興味がある方はですね、まあ、通販なりでも探していただいて、手に入れて飲んでみてください。よろしくお願いします。